させられました。友達、メンバー、メンバーです、メンバー。今日誕生日ということで、はい、私が本格的に、はい、シグスリーを、お誕生日プレゼントできたんで、よかったらどうぞ。ありがとうございます。今日、瞬間スッキリ最高級の清涼感。嬉しい、おめでとう。ありがとう。マジでびっくりした。やばよかったよかった。ありがとう。おめでとうございます。ほんと、うわ、やばいね、これ、びっくりしたよ。もうそろそろ帰ろうかなと思ってるんですけども。早い早い、帰っちゃうの？はい、もう本当に。一緒にイベントやらない。いや、それはやらない。やらない。もう本当にね、僕、自分で連絡したんですよ。嬉しい。せっかくなんで、ゆうせいが誕生日ということで、うん、スケジュール見たら、ゆうせい、イベントをやってるということで、はい、ちょっとこれはサプライズしに行くしかないなと。マジか、超嬉しい。お兄ちゃんも、ゆうせいの、はい、誕生日盛り上げないとなと思って、うわマジか、やってきました。ありがとうございます。どうですか、今年はどんな一年されるんですか。今年はファンタスティックス、今まだホールツアーね、あと2公演残ってますけど、はい、6月10日を10日と11、7月には大阪で、アリーナでついにねライブができるということなんで、レイヤ君とぶちかましたいと思います。頑張ります。メンバー全員で、はい、頑張ります。おめでとう。ありがとう。よかったね。早くお預かりなさい。何ちゃいになったの？26ちゃいになった。26ちゃいになっちゃったんだ。おめでとう。大きくなったね。よかったよかった。うん、はい、写真撮りますか。撮りましょう。こちらお願いします。お願いします。嬉しい。ちょっと涙出てきちゃった。なんでだよ。はい、使ってます。いい。